コベストロは、ポリウレタン原料やポリカーボネートを中心に取り扱う、素材科学分野の化学品メーカー。ドイツノルトベストファー練習、レーバー空前に本拠を置き、世界約30カ国に生産拠点を持つ。日本法人は、コベストロジャパン株式会社。この他、住友化学工業との合弁による、重化、コベストロウレタン株式会社。 ディクトの合弁による DIC コベストロポリマー株式会社があるフランクフルト証券取引所上場企業2015年9月1日バイエルのマテリアルサイエンス事業グループが独立する形で設立されたバイエルのプラスチック化学事業は20世紀初頭から行われ1953年にポリカーボネートの開発に成功また1950年代に 工業用ポリウレタンの製造が拡大した。2000年4月、アメリカ合衆国のライオンデル・ケミカル CEO からポリオール事業を買収し、この時点でバイエルは世界最大のポリウレタン製造メーカーとなった。2004年1月、バイエルはヘルスケア、農薬関連、素材の中核事業に経営資源を集中する方針を決定し、素材部門は バイヤーマッティエリアルサイアンス AG として、バイエル内の独立した事業グループとなった。2010年、中国、上海における工場拡張に伴い、ポリカーボネート事業の中枢を、レーバー空前から上海へと移転、2014年、ポリウレタン事業の新工場を、ノルトラインベェストファーレン州のドルマーゲンに開設した。2014年9月18日、バイエルは、 マテリアルサイエンス部門のスピンオフを発表。新社名はコラボレーションインベストストロングの合成からコベストロに決定された。コベストロ設立の1ヶ月後の2015年10月、フランクフルト証券取引所に株式が上場された。バイエルはコベストロの株式の売却を進め、2017年9月時点で割合は4分の1以下に減少した。コベストロの主力製品は ポリウレタン原料やポリカーボネートであり、この他、コーティング塗料や接着剤、その他専門分野の化学製品を扱っている。コベストロジャパン株式会社のルーツは、2004年のバイヤーマテリアルサイエンスエジー設立を受け、2007年7月に日本で設立されたバイエルマテリアルサイエンス株式会社であり、 本国におけるバイエルグループからの独立に伴い2015年9月1日、現在の社名に改称した。ポリカーボネートの輸入、販売を行い、また、日本におけるコベストログループの持ち株会社の役割を持つ。製品は自動車、建築、コンパクトディスクや DVD などに幅広く利用されている。東京にオフィスを置き、兵庫県山ヶ崎市に、 技術センターを持つ。1969年9月の住友化学工業とバイエルの合弁開始以来の歴史を持つ重化コベストローレタン株式会社はポリウレタン原料の製造、販売及び応用研究開発を行う。兵庫県天ヶ崎市に本社を置き、愛媛県新浜市に工場を持つ。2000年6月の第二本人気化学工業と、 バイエルの合弁開始以来の歴史を持つ DIC コベストロポリマー株式会社は熱化素性、ポリウレタン樹脂に特化した専業メーカーとなっている。東京に本社を置き、大阪市に営業所、堺市に工場を持つ。ありがとうございます。